マカイアです。今日はアベンジャーズエンドゲームのネタバレの話を勘案する回ということで、翻訳家の三好織さんにお越しいただきました。はい、三好織です。よろしくお願いします。そして三尾さんのお友達の加賀瀬さんも、はい、はい、よろしくお願いします。来てもらいました。はい、どうしましょうか。ちょっとまず加賀瀬さんの紹介した方がいいですよね。その、はい、新顔なんで、そうですね、はい、ちょっとあの今回お招きいただいて、まあ、あのエンドゲーム僕も楽しかったので、そして、ね、いろいろあのネタバレもしたい、あの話もしたいし、なおかつちょっとここどうなのっていう話もしたいので、ということでちょっとね今日来たんですけども。 あれですよね、はい、なんかコミコンをやられてたんですか。まあ、言ってしまうとそうなんですけどもはい、ですね、あの俺たちのコミコン、俺コミという名のイベントで、はい、あの2014年ぐらいですかね、はい、あの僕たち本当はコミコンに行こうと思ったらチケットも買えなくて、行く手段もなくなって、みんなでワイワイあのフィギュアとかグッズを、はいはいはい、あの集めて、でコミコンって言い張ったパーティーを始めてたら、どん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 知り合いが来るようになっちゃって、もうどんどんでかくしてって、でもそれすごいじゃないですか。つまり日本で自分たちのコミコンをしようとまあそうしたわけですよね。なりますね。まあ完全にあのちょっとカウンターカルチャーじゃないですけどなぜと日本でやらないのだと言ってたらいいじゃないですか。ちょっと、ね、ファン主催のイベント、まあそうですね、ファンイベントですね。はい、そしたら公式が来てしまったと。まあ、そうですね、本家がやっちゃって、まあ、自分らも行くので、ああそもそも僕たちのやる意味はみたいなところなので、怒涛に迷いつつも、ああ、まあ、去年もやった。でもね、本家はなんか政治家とか呼んだりしてちょっとイラッとするじゃないですか。まあそうですねあの はっきりとちょっとね、あのちょっとあの日本に来るって聞いた瞬間に、でなんかこういろいろ政府と なんかあれが絡んでるって聞いた瞬間にちょっと大丈夫かなと思って、まだまだ自分たちの方がやれることがあるようにちょっと思ったんですけど、そんなね、ちっちゃいイベントなんですけども、はい、まあそんな感じでした。はい、そのイベントの、まあ、幹事をやっていた。いや、ありがとうございます、はい、すいません。そして三尾さんはもう完全にラジオスターじゃないですか。いや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 、もう本当になんかね、あのラッキーでしたね。おととい、おとといでしたよね。おとといですね、おとといです、おとといです。セッション20、ほらセッション22聞きました、聞きました。ありがとうございます。そう、でも本当前日に話が来て、あの本当出先とかだったので、もうあの どうしようかなって本当迷って、ドクターに相談したんですよ、ね。ああまあまあ絶対出ろって言ったんですけど、どうしたらいいですかってそうなんですよね。いやでもだいぶ緊張されてたじゃないですか。緊張しますよ。だってもうなんかそもそもそのラジオは以前その浅宮先生 あのお持ちのこう番組に一回出させていただいたことがあるんですけれど、やっぱ TBS ラジオは初めてなので、もうなんか最初からもうそうイベント感がすごかったな。この ID をつけてください、これで通れますみたいなのから、帰りもそう、帰りもね、なんかそうタクシーをお呼びいたしますみたいな、まあ深夜番組ったですよ。いやでもだからあれは毎年っていうか結構定期的にやってて、はい、すごくこう密度の高い、そう密度が高いですよね。いつも聞いてて面白いなって聞いてますよ、うん、あれは。ですよね。だから本当に私もそのドクターからあの去年はこんな感じでやったんだよっていうのを教えてもらったじゃないですか。で、あれを聞いてもう私のポジションはなんだっていうことしか考えられなくて。いやだから三岡光子さんのあたかまでしょ。いや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 、絶対それ絶対三岡光子さんがちょっと新しいね、新しいフェーズに行くから、じゃあ私の後釜はしおりさんでっていうことなんですか。本当に本当恐れ多いですね。レジェンドですからね。スパイダーマンファーフロムホームみたいなポジションですよきっと。そうですよ、そうですよ。これからの。そう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 、新人が、新人じゃないですけど、はい、若手が担う。ですね。じゃあそんな感じで。ですね、あ、ただちょっと俺も宣伝をしたいんですけど、明日あの文学フリマで同人誌を売りますんで、ぜひ皆さんお越しください。え、値段は今1000円って決まりました今決まったんですか。今決まりました、はい、ぜひね、明日9時ぐらいから売るんで、ぜひお越しください。売り切れたら通販はしませんのでね、よろしくお願いします。え、三岡光子さんは、だって三岡光子さんはだってもう第一人者ですからね。第一人者ですよ、本当に。だから師匠ね、私の師匠の石川さんと本当なんか同じぐらい長くやっておられますよね。まあ、そしてですね、そうセッション22でマクガイアチャンネルの宣伝をしていただいて、みんなポカーンだったんじゃないですか。いやいや、そんなことないですよ全然。なんかあ、マクガイアチャンネルですねって。そんなわけないでしょみんなポカーンでしょバカな、ね、よりコアな話が聞けるんじゃないかって期待するんじゃないですか、ね、ですよ、
ですね、今日はアベンジャーズエンドゲーム公開記念ということで、はい、アベンジャーズエンドゲームは、まあ、ネタバレを中心にやるんですが、その前に今年結構アメコミ映画が公開されたんで、はい、まあ、それを最初にちょっとやって、でそれからエンドゲームの話をしようかと思うんですが、まあ、やっぱりですね、これいつも世界中で大ヒットとか書いて笑いを取ってるんですけど、これは本当に世界中で大ヒットしてるんですね。いや、そう、スパローバの回も世界中で大ヒットとか書いて笑いを取ってたりしてたんですけど、これはもう笑いにならないぐらいヒットしてるんですよね。今週末でもう20億ドル台に乗るって予想が、ね、はい、もうちょっと歴史に残っちゃう感じの、ね、タイタニックアバターを追いかけるぐらいの、そうか、はい、アバター超えになってくれると ね、多分スターウォーズエピソード9もこんなにはヒットしないだろうっていう。スターウォーズも好きですけど、そう、マサさんスターウォーズも詳しいですもんね。詳しいというか、まあ、好きですね。好きに留めておきます。やっぱりこの盛り上がりぐらいから言うと、絶対にエピソード9はこんなにヒットしない感じがすごいこう伝わってきますよね。そうですね、でも日本でもヒットしてるんですよね。そうですね、すごい、なんかまた老害サブカル町山さんがあのすごい宣伝をニコニコ広告を入れてくれてありがとうございます。ネタバレも町山さんにめっちゃお世話になってるんで、ちょっと老害ネタバレ町山さんのことをこう話題にしづらいんですけど、でもちょっとね、町山さんが町山さんからネタバレしたからね。あ、そうそう、俺のせいではない、ね、話題になってましたね。もうなんかもうリアルタイムで見て、うん、あれ町山さんの方から言ってきたから、ちょっと俺のせいではないっていう。そうですね、そう、でもそうリプでやり取りしてたじゃないですか。そう、でも町山さんが言ってくるから、まあじゃあいいのかなって思ったら、それで町山さんが炎上とかしたり、でも俺のせいじゃないよ。もう返しただけですね。そう、返しただけ。あれ巻き添えですよ。巻き添え。いや、なんか俺の方は全く何も被害はなくて。あ、なるほど、弱小すぎる。あ、いやいや、もういいし。それで今回ネタバレがネタバレするとなんか殴られるらしいんですよ。そう、いや、そうですよ、だから流血の、そう、香港ではだから、それこれ僕ネタバレはやっぱり SNS よりも劇場で前の回見た人が興奮で、あ、何々が何々だったよねみたいなことを聞いて、まあ、ショック受けるみたいなのがね一番多いと思うんですけど、そういうのにあって殴られたって人が。いたらしいんですよ、ね、なんか劇場叫んだとか、なんか、そうそう、叫んで終わって叫んだんですよ。そうなんですよ、そう、で、それでボコボコにされたっていう、うん、ちょっとオタクの悪い癖で盛り上がっちゃったんですね。そうそうそう、盛り上がっちゃって、なのか、そう、厄介さんでしたね。そうですね、でもなんか本当にあれでしたね、そのエンドゲーム始まるちょっと前とかはみんなでそのもう服装から泣いてたりとかすることも、うん、もうバレだから、それがエモバレっていうやつだ。エモバレは避けてほしいみたいな。私はエモバレっていう単語初めて知ったんですけど、僕も初めて知った、今知りました。本当になんかエモバレがあるらしいんですよ。ツイッターでちょいちょい、まあ、エモーションがバレちゃいけないなと思って。じゃあ多分僕エモバレしてたな。しちゃうでしょ、あんなのしちゃいますよ。そうですね、けどな、ね、泣いて出るなという方が無理じゃないかと。なので、でも加賀さん死にかけたんですよね。ですね、今ちょっとお恥ずかしながら、あの、まあ、僕10年間11年間、はい、あのね、マーベルシネマティックユニバースをずっと追ってきて、はいはいはい、まあね、なんかもう辞める時もみたいな、もう結婚みたいなもんですよ。結婚じゃないけども、はいはいはい、まあ、でもこれ11年間リアルタイムで見続けた人にとってはちょっ と静止できない内容だった。そうなんですよ、ね、ね、あのアイアンマンの頃の夏休み終わりのレイトショーのガラガラの劇場で見て、ニック・フューリーがアベンジャーズの話をしようって言って、えっ、って繋がるのこれからって、ね、それがついにここまで来たかと、だんだん観客が増えてってそうなんですよね。それも万感の思いで泣いてたら泣き疲れて脱水症状が起きてしまってルソー兄弟がいけないと思うんですけど脱水症状が起こったんですか。あの、はい、あの水分を控えてくださいって言って、はいはいはい、僕は信じて、そうそう、いや、だから途中でおしっこに出る人が結構いて、そうなんです。あ、でもいました、ドクターの会は途中で立たれた方、何人かいました。本当に、まあ、これはちょっとしょうがないところもあると思うんですけど、3時間ですね、3時間ね、これ普通はね途中休憩を入れてもおかしくないと思うんですけど、うん、まあでもね、そうですよ、そうか、なんか私はあの最速、新宿の最速で行ったんですけど、12時から始まるやつ、それはやっぱりアメコミリテラシーが高い人しか選ばれし民しか来てなかったから、もうあのずっと誰も立つことなくでしたね。まあ、まあね、これおしっこはまだしょうがないかなって思うんですよ、僕もね、はい、年取ると近くなるし。ただこれすごい大ヒットしてるから、なんか今日
直前に上野で見てきたんですけど、はい、まだやっぱり観客がいっぱい入って、でもちょっと民度が悪くて、横のやつとかなんか携帯のねスマホの電源つけっぱなしとかで、あやだそうやだな。でね、横で別にねこれなんかはーとかね、はい、なんかやだとか言うのはいいと思うんですけど、なんかスタンリーが出てきた時に横で解説したりとかしてるんですよ。それはちょっとやめてくれよとかね思ったりしてます。それはお前映画見終わった後だろとか、お前の音声解説は聞きたくないんだろ。そうそう頭の中で自分でやってるんだからと。それは自分、ね、帰った後にやってくれそうですね。でもあと子供さんが結構なんていうの、長きに耐えられない感じが、私吹き替えで2回目を見たんですけど、吹き替えはね子供さんがいっぱいいて、やっぱ最後の方になると足をずっとパタパタさせちゃったりとかで、でなんかあの大したことない劇場だと揺れるって思いながらあるかも。いやこの映画そのすごくこうそのヒットさせようとして、もういっぱい人に見てくれっていう形でやってますけども、はい、やっぱりルッソ兄弟映画作るのがうまいから、セリフなしの場面とかいっぱいあるじゃないですか。 そうですね、そこでみんな分かってくれっていうのがあって、で11年間見た人はやっぱそれが分かるんですけど、確かにこれをいきなり見せられた子供はよく分かんないから。そうですね、なんでキャップはあんなおばさんじっと見てんのみたいな。あなんかいきなりあのエンドゲームから、その吹き替えの時はね一緒に行く人がエンドゲームから見た人と一緒に行ったんです。でも、ね、でも結構分かったし面白かったって。本当ですか、うん、なんか、うん、面白かったって、なんかドラゴンボールみたいでよかった。まあまあそうね、例えるならね。詳しくはなんかまたぜひ。だからほらなんか CM でそういうのあるじゃないですか、この Google の CM。あこれね、あでもこれ結構すごいのは、2人なんかこう何の気なしに会話してるんだけど、1人は完全に MCU のファンで、ほらアライグマのやついるじゃん、アライグマって呼ぶと怒るらしいよ、ね、そうそう、よく知ってんじゃないかと。そうなんですよ、お前は見てるよなと。絶対にその1人はよく知ってんだけど、そのすごいヘビーなファンだと思われるとみんな引いちゃうから、なんかそれなんとかちょっと、ね、うまくやってるみたいな感じが伝わってくるのがいいですよ、ね、ちょっと生々しいですね、むしろちょっと生そう、これがね、これ割とよくできてるし、そうですねすごい、このしかもこの Google の CM でアベンジャーズをしてくれるって、やっぱりそのこの11年間とか、それこそアメコミが人気なかった頃から見ると、あの天下の Google がもうアメコミの宣伝をしてるっていうだけでもありがたいやと思うんですよ。そうなんですよ、なんかちょっとうちの子供がフォートナイトやってるんですけど、はいはいはい、別にアベンジャーズには全然興味ないけど、フォートナイトでアベンジャーズのそのアイテムが買えるようになったみたいなことを言ってて、やっぱもう本当にもうメジャーなんだなって、ね、思いましたね。しかも世界的に、はあ、そうなんですよ。そしてあそうそう、はい、フォートナイト確かに、うん、あそうなんですね、あれコラボしてんのかな、タイアップって、最近タイアップしてる、ね、だから多分プロダクトプレスメント的な話ですよね。でもこの映画だとフォートナイトやるよりも世界を守れって感じになってる、ね、フォートナイトにあんまり得になってない気がするけど。そうですね、確かに、ね、いいのかな、まあいいのかな、まあ、出せば OK なのかなと、いいのハリウッド的に、ね、トランスフォーマーとかそういうのありますしよく、トランスフォーマーはね、あれマイケル・ベイが割と適当にやってるから、ね、牛乳飲めば OK みたいな。そうそうそう、トランスフォーマーはマイケル・ベイの悪意を感じるんですけど、急にビール飲んで、そうそう、でも MC は割と真面目にやってるのになんかどうなのかなとか思ったりはしました、ね、はいはい、そうです。そしてね、あそう、まあそうの話はまあちょっと後でにしましょう。一応ですね、こういう感じにしました、はい、まずそのエンドゲーム以外のアメコミ、今年のアメコミ映画について喋る、うん、これはまあネタバレあるんですけど、みんなもう公開して時間経ってるからいいでしょう。でその後エンドゲームネタバレありの解説をこれ有料でやると、映画見てない人は無料だけ見て、映画を見てから、見てくださいと、うん、うちのチャンネルを見てください。そして、最後に次の10年はどうかっていうことで締めるという感じでやろうと思います。で今回ですね、みんなすごく暑いんで、スライドの量も多くなってしまい、多分3時間放送すると思うんでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてそういうことで、じゃあまず2019年上半期アメコミ映画ということで、まずちょっとみんな忘れてるかもしれないですけど、アクアマンの話からしますか。なんかアクアマン遠い昔に思える。そうですね確かに、ね、いや遠い、これ2月8日なんで、全然最近、まだ3ヶ月前なんですけど、はい、確かに遠い昔に思えて、しかもこれアメリカの公
開からも結構時間があったから、そうですね。大体でも今年そうですよね。そうですね。アベンジャーズぐらいかなとちゃんとやってくれたの。みんなアメリカではクリスマスシーズンに公開したのに、日本はなんかこの2月とか春から公開するみたいな感じで、だからまあどうなのかな、うん、まあ、ただでもこれ僕すごくびっくりしたのはかなり面白かったです。そうですね。いやこれね、なんか有名だったのはこのポスターが日本だとラッセン風に書き換えられてる、だからこの、まあ、ラッセンがこうなんですけど、これをラッセン風にこうした人もいたと。違和感ないですね。違和感が全くない、仕事しないですね、うん、ラッセン風の人、違和感ない仕事しない。ですが実際見るとすごいもう匠の出来で、すごいのはやっぱ話がグダグダになると爆発が起こるっていう、すごくよくできた、そう見てて全く退屈しなかった。説明が長くなると、あれは退屈しないポイントだったの。そうなんです。私そう、なんか説明がお、なんか分かるのかなって思うとあーってなるから、それが 3,4 回続いて、ね、もうちょっとなんかが落ち、楽屋落ちみたいな。そうなんですよね、うん、だんだんこういう映画かと思って、そうそうそう、逆にも乗ろうかなと思って、そろそろ爆発来るんだろうなってこう身構え始めたら本当に爆発そうですよ、ね、そばちょっと気持ちよく回って、なんかね、やっぱよくうまく作ったなと思って。そうですね、アクアマンなんて日本で本当は全く知名度がゼロなんですけど、でなんかアメリカでもやっぱりアクアマンアクアマンダサいみたいなね、なんだっけ、あれあったじゃないですか、ドラマでビッグバンセオリー、ビッグバンセオリー、ビッグバンセオリーで、そう、なんかビッグバンセオリーで逆に有名になったみたいな。あ、そうですね、あのラージという、あのちょっとインド系のキャラクターがコスプレダレスでジャスティスリーグで通り合いになって、でアクアマンが残っちゃって、アクアマンやるとアクアマンダサいって、ね、そうなんですよ、はい、でも結構これで印象が変わった感じはある。そう、本当になんかコメントにもありますけど、暗い DC がなくなりまして、そうですね、明るくなった、ね、ラッセンですもんね、なんてラッセンだもんね。だしそのニコール・キットマンが そうですね、そのアトランナ女王役で出てくるんですけど、なんかどんな感じで出るのかなと思ったら、いきなり最初からカンフルを使うじゃないですか。カメラ回るみたいな、ヒットマンさんって思いました。すごい、なんかでさらにこのね、このメラの人も、メラちゃん可愛かった、可愛いけどもう明らかにビッチな感じで、いや本当そんなことなかったんですか。そう、みんなそういう、何、みんなそういうのは共通認識なんて、あれはビッチって思う。これは嫁と姑は仲いいんだろうなって。なるほど。いやこれだから僕前そのこのチャンネルで言ったのはですね、まあ、つまりこの水中キスシーンがあるわけですよ、はいはい、水中キスシーンを比較すると明らかにビッチだと分かるのは、はい、これは完全にね、完全にこれクリトリスをこすりつけてるわけですよ、メラさん、メラをまあちょっとグッときますね。嘘でしょ、そんな見方があったの。体密着してますもんね。そう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 ですね、完全にこれね、そう、処女童貞のハグと、そのだいぶ出来上がってる人たちのハグ、そうそうですね。いやどっちかっつったらこのヒゲだからね、アクアマンもワイルドにするとするのと、やっぱり、ね、スーパーマンとか差別化するためにちゃんとヒゲバージョンにしてるわけですけど、そんなヒゲバージョンのアクアマンよりもこう上位に見えるという、そうそう、確かに攻めですね。というわけで、でもちょっとこんな感じで DC やってくれてるんだったら、なんか全然面白いなって思いましたね。うん、そうですね。ああ、そうなんですよ。クリゼメ。でそれはね、やっぱこのジェームズ・ワンの成り上がり物語っていうのがあると思うんです。でもこのメラ王女はビッチですよね。完全にビッチ。すごいしみじみと。つまりこの人は、確か台湾出身なのかな。まあ、そうですね、見るからアジア系というか、はい、そうなんですよ。で最初はこのソーでデビューして、ーでソーがヒットしたんで、もう一躍有名になったんですけど、この人すごいのは、まあ、ホラー映画とか最初に一作作ってうまくいったら、あとはプロデューサーとして他の人に任せて、で自分はどんどん新作映画を作っていくっていう感じで、そこからまあホラーもすごく有名なんですけど、この狼の死刑宣告っていう、これはまあアクションサスペンスアクションみたいな感じですよね、うん、昔ブロンソンがやってたやつのと、まあ、同じようなものを、まあ、同じ原作でやると。でさらにそこで腕を買われて、スカイミッションも監督する。これもともとワイスピはその1作目が、まあ、1作目が良かったんだけど、2作目でちょっとこう急降下して、でその後アジア系の監督に任せたらうまくいったみたいなシリーズで、それでジャスティン・リンの後を継いだんですけど、すごくこのスカイミッションもうまくいったと。うん、
特にポール・ウォーカーが死んだのを、うん、そのすごくこのメタ的にこう生かすという、そうですね、追悼でしたもんね。そうなんですよ、はい、あんなでこんなその、まあ、つまりお金をちゃんと稼ぐ映画であんなメタ的なことをうまくやるなんて、しかもポッと参加した監督がうまくやるなんてすごいな。今までを知ってたかな。そうそう、まるで今までの流れを知ってたかのように参加するっていうのがすごいよくて、でかと思えばちゃんとホラー魂も忘れず資料館シリーズも立て直したということで、こういう手腕を買われて多分 DC に入ったんだと思うんですけど、で実際この映画すごくいろんな要素が入ってるじゃないですか。そのインディ・ジョーンズみたいに宝探しをするものもあれば、ヨーロッパでその男と女、初めて出会った男と女がその最初はだからつまりそんな仲良くないんだけど、いろんな冒険を通して一応恋に落ちるという、しかもちょっと観光映画っぽい気分もあるということで007みたいな感じもあり、そしてこれはまあ原作からそうなんですけど、やっぱりアーサーっていう名前はやっぱりその紀州流離譚っていうか、そのそこら辺の若者が実は王族の血を引いてたみたいなものもあると。あ、確かに あのある意味あの槍を抜くのがエクスカリバーな感じですね。そうです、まさしくそうで、それは実際最初に原作からあったんですよね。あ、そうなんですか。そうだからアーサーって名前がついてて、結局これは海の中 の、 そのアーサー王伝説みたいな話なんですけど、ただそれをその確かこの、ジェイソン・モモアさんはハワイ出身でしたっけ。ハワイか、まあハワイじゃないか、オーストラリアかな。あ、まあ別に白人じゃないわけですよね。ハワイ系だったっけ、マオリ系かな。あ、でもお父さんのティム・エラ・モリソンはそうですね、そうマオリですよ。あの、ジャンゴヘッドです。そう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 、スワーモズの。あれはえハワイ、ハワイ、まあ、ちょっとその太平洋というか、そうそうそう、系の血を継いでるという。でそれをで一方でそのこのアトランティス人はみんな白人系で占めてるじゃないですか。だから多分そういうのもあって、この映画の中では原作以上にハーフブラッドキングみたいなことを呼ばれることをしてて、でハーフブラッドキングだからその、地上人とアトランティス人の仲を取り持てるみたいなのをちゃんとこの現実の人種でも反映させてるっていう、すごくいい映画になってたんですが、最後は怪獣王子で締めるっていうのがすごい良かった。素晴らしかった。ね、あれ良かったですよね。最高です、最高でしたよ。怪獣映画としての全く期待してなかったのに、そうそうそう、怪獣映画としては結構満足してしまった。そうですよ。あれね、普通はあの海の怪獣倒してうまくいくかと思ったら、ちゃんとね、うん、あれびっくりしました。そうなんですね。もうこんなの次ぜひジャスティスリーグの監督はジェームズ・ワンやってほしい、ね、こんなうまくまとめられるんだろ そうですよ、この人の描くスーパーマンみたいなと思いましたね。見たい、見たいし、多分この人だったらいろんなヒーローをまとめられる感じがします。そうですね、ホラー要素もね良かったです ね、 ですね、怖いシーン怖かった。あの、なんだっけ、半魚人的な、あ、なんだっけ、トレンチ族でしたっけ。そうそうそう、海溝にいる感じの、ね、はい、そうですね、怖かったですね、はい、なんか、いや、うまくやってますよね。すごいな、すごい逸材を、ヒロ、まあ、ヒロ映画今までやってなかったけど、完全にヒロ映画向きの、ある意味 MC のルッソみたいな人かなぐらいかもしれないですね、はい、確かにそうかも。じゃあちょっと DC の巻き返しが期待できるんですかね。できますね、全然。で、あとは、スパイダーバースで、ちょっと、ね、こんなに面白いとは思わなかったんですけど、ね、これもは、これすごかったですね。すごかったですね、うん、なんか俺全然期待しないで見に行ったら、ちょっとやっぱみんな泣いちゃうみたいな感じになってて、っていうのはスパイダーバースのコミックが先に日本で翻訳されてるじゃないですか、で、あれは面白かったんですけど、まあまあ、でもこんなのどうやって映画にするのかなって、そうそうそう、分かりづらいよねとはね、やっぱ、そしたら実質前半はアルティメットスパイダーマンだったんですよね。そうそうそう、でしたね。でこれはですね、どうしようかな、大丈夫かな、これを、ちゃんと説明した方がいいですよね。どうかな、つまりアルティメットユニバースっていうのがあるわけですよね、このこれはつまり現行のそのマーベルユニバースとは別にちょっと大人向けとかちょっとリランチ気味のユニバースをやろうっていうのはマーベルの歴史上結構何回もあって、その中の割と新しめのシリーズなんですけど、その中でそのちょっと新しい感じで今風にアベンジャーズをやろうってやったのがこのアルティメッツだったりして、これがその今の MCU
を立ち上げる時の基礎にもなってたりしますし、キャプテンアメリカは完全にアルティメッツ版を意識してるし、アルティメッツ版のニック・フューリーがサミュエル・ L ・ジャクソンを元にしてたんで、サミュエル・L ジャクソンが俺訴えないから俺も映画に出してくれよって言ってサミュエル・ジャクソンが入ったりとかしたという逸話があるんですが、この中でスパイダーマンをリランチっていうか、まあ今風に新しいのをやろうとした時に、ピーターこの世界のピーター・パーカーは死んで、マイルズ・モラレスっていう、黒人とプエルトリコ人のハーフの少年が主人公のスパイダーマンにしようと、いうことになったし、なりましたね、日本でもなんか新聞とかに載ったじゃなかったかな、今度のスパイダーマンは白人じゃないの、そうただこの世界のピーター・パーカーもちゃんといて、でピーター・パーカーが死んじゃったんでその後受け継ぐみたいな形になったんですけど、これをまんまスパイダーバースでやってて、だから今度 MCU でもしマイルズ・モラレスが出るとしたらすごく辛くなると思うんですけど、こっち完璧すぎましたね、こっちは完璧でしたね、そうね、いやよかった、まさかこんなにうまくやるとはと思った、ね、いや本当にうまくて、そのバース世界ってやっぱり一般の人に分かりづらいじゃないですか、でもそれがその視覚的に絵柄の違いとかで分かりやすくなって、な影の落とし方とか、そうなんですよね、それがそのすごいなと、そうですね、これですよね、あの、なんですかね、インクの点描みたいなのの差がありましたね、はい、そう、まあつまりオールドスタイルのアメコミ風みたいなのもあれば、その印刷の技術があんまり発達してないから点描がよく見えるっていうやつもあれば、このペニーパーカーちゃんみたいなジャパニメーションを代表するキャラも出てくれば、あとスパイダーハムは完全にワーナーブラザーズの、だから最後別れる時ザッツアールフォックスって言ってました、あれ決め台詞なんですよね、そうルニーチューンズの、そうバックスバニーは言う、はい、バックス、あの豚も言うんじゃなかった、ああ ポーキーだって、うん、豚ポーキーが言います、そっかそっか、ポーキーも言うの、はい、そうでした、そういう確かに、はい、そうなんですよ、スパイダーハムは結構前からいうキャラではあったんですけど、でもなんかまさか映画館でスパイダーハムのグッズが売られるようになるなんて思ってなかったですよ、ね、スパイダーノワールとかも出てきましたし、そうノワールをみんなが知ってるっていうのが、まあ、あまりにもよくできてましたし、アカデミー賞も結局取ったのも納得な感じ、よく本当にね、なんかイメージだったんですけど、アメコミってコミックの割にアニメーションってあんまり日本には来ないじゃないですか、まあ、そうなんですよ、そうですね、DVD とかブルーレイのみだったりして、バットマンとか直々見て面白いのに、そうそうそう、なんで来ないんだろうと思ったら、アカデミー賞通り俺の作品作っちゃって、すごいな、特に DC のアニメはすごく面白いのに、面白いですね、全然日本で発売されなくて、でもね、これはちょっと流れを変えるかもしれないですけど、こんなに面白かったね、そうですね、これからまた DC ももしかしたらアニメやるかもしれないし、そうそう、で特にそのまあこれスパイダーマンは、この世界のスパイダーマンは死んじゃうんですけど、途中でそのピーター・ B ・パーカーっていうおっさんになったそのピーターが出てくる、パーカー、ミスター君が出てくるじゃないですか、でももうあれは子供も感動すれば大人も他人事には思えないっていう、割といいことをやってて、でそれが2人でバディを組むっていう、そのつまりこれハリウッドのお得意のやつなんですよね、なんかちょっとこう人生に疲れたおっさんと若者がバディを組む、どうしました皆さん、どうしました皆さん、全然ですよ、まあ、あのピーター・パーカーの嫁と別れて同行みたいなのはちょっと静止できなかったです、うん、そうなんで、いやなんかまたまた、俺はどっちかっつったらこっちの方だなって思って、酸いも甘いも知ったって感じですよね、スパイダーマンが、でもなんか本当あの吹き替えがまた合ってたんですよね、なんか私は吹き替えで見に行ったんですけど、宮野守さんがあのおじさんで、ピーター・ビーパーか、そうそうそう、すごい合ってたよ、 あれですよね、もともといた金髪の方のスパイピーター・パーカーがあれ中村一さんでした、あそうそうそうですよね、キャプテン・アメリカの、キャプテン・アメリカ、そうだし、その英語版ではクリス・パインがやってた、そうですね、だからマーベルについに4大クリスが揃ったもん、そうなんですよ、そうですよね、4大クリスがクリス四天王ってやつ、クリス四天王クリス4とかいろいろ見ない、そうなんですよ、クリス多すぎ問題もうしょうがないって、ネタにしてますもんね、これね、そうそうそう、よくツイッターで回ってきますこのクリスはどのクリスどれでしょう、あのクリスパインが歌歌ってましたね、昔、ああ最後に歌歌ってましたそう、僕はクリスエムズ、ね、クリスプラットではないって言ってた、スパイダーベルでしょでこの映画はもう本当そういう細かいところまですごくよくできてて、文句の
のつけようがない。そうなんです。すごかったですね。うん、エンドゲームより面白かったらどうしようと思いましたよ。あ、でも本当心配なぐらい面白かったです。そう確かに心配なくらいですね。そうで最後はそのいろんなバースからスパイダーマンが集まって活躍するんですけど、それがチームものみたいになってて、でもそのやっぱりね、その何にもない若者がヒーローになるみたいな、その一本線は全く崩してないっていう、素晴らしかったです。ちょっと信じられないぐらいうまくできました。いや、よくできてました。なんか本当なんだろう、軽い感じのファンも多分コアなファンも両方楽しいっていう、ちょっとすごいですよね。はい。あとあれか、それと、まあ、つまりこのフィル・ロードクリス・ミラー監督がちょっと今までやっぱ信じられないことを成し遂げてきてて、全然こうみんなから期待されてなかった曇り時々ミートボールを面白いし、そのちゃんと2とか3とか、まあ、3はできないのかな、2がつまんなかった。あ、そうですね、2ちょっとあれですね、まあ、ちょっと一つのブランドにもしたし、あんまりみんな期待してなかった21ジャンプストリートもすごく面白かったね。すごい、あのエンドロールが最高なんですよね。あーねー、そうなんですよ。でよくこれね、ちょっとこれ作ってる時に気がついたんですけど、21ジャンプストリートブリーラーソン出てましたね。そういえば、あ、どこにあ、これはその高校のなんかちょっと信用できない女の子っていう、あ、いました、いました、まだあんなに鍛える前、へ、うん、そうね、今ね強そうだから、そうなんです。ジェームズ・フランコの、あと弟さん出てますね、デイブ・フランコ、あ、出てます、デイブ・フランコとちょっと付き合ってる感じのやつ、そうか、ちょっと嫌、ちょっと嫌味のあるチームみたいな、あれね、はいはいはい、で、あとレゴムービーもなんかもうみんな期待したなったのにもちょっと信じられないぐらい面白いって言われて、そうだからこのあとハンソロの監督するっていうのも納得なんですけど、なんでこれを更迭したんだっていう感じなんですよね。しかもこれであれですよね、ハンソロは結局、まあ、ハンソロが面白いかどうか別にしてちょっとこけてしまって、うんうん、そうなんですよ、そうなんですよ、でそれでその裏でプロデュースしてたこっちはアカデミー賞取ったぞと、ディズニー悔しがってんだろうな。俺もそう思います。そうですね、そう。絶対逃した魚が大きいと思ってるはずなんですけど、ね、うん、まあ、ちょっとフィル・ロードがクリス・ミラーに任せたままでハンソロがヒットしたかっていうのはちょっとタイミングの問題もあるんで、あれ絶対クリスマスに公開すればよかったと思うんですけど、なんで去年の5月とかなんか変な時期、そうそう、夏前ぐらいですよね。普通におとなしくね、クリスマスに、ね、年一で公開しておけば普通にヒットしたと思うし、うん、で今のバージョンも全然面白いと思いますよ、うん、そうですよ、俺結構好きだったんですよ、そうそう、はい、それなのになんか、ね、なんかね、だからちょっともったいないですね、うん、あの最後の時代の賛否両論の、ああ、ちょっとあの否定側だった人が丸ごと来なかったんじゃないかぐらいの如実に現れちゃったんじゃないかなぐらいの、なるほどね、そうなんです。でさらに、このスタンリーが仮面を出演するのはもうお約束なんですけど、この映画のスタンリーが一番良かったって、そうそうそう、すごい良かったですよ、あの衣装屋さんというかパーティー、そう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 、そのうち会うとか、そうそうです、ね、あれなんか最初セリフ違ったんでしょ、そうそうそう、なんか何バージョンか撮ったっつって、そうそう、でなんか後からそのうち会うにしたって、そうですね、でまた追悼も流れるし、追悼が泣き、あれな、え、最初に最初の最初のなんか MCU 始まる定番のやつ、あれはキャプテンマーベル、あれはキャプテンマーベル、最後に確かスタンリー先生がいなければみたいな、これあのクリス、アメリカだとクリスマス公開で、はい、スタンリーが亡くなった直後ぐらいだったんですよ、そうか、11月ですね、みんなこれ見てもう泣いちゃうっていうやつだったと思うんですけど、いやでもだからつまりこの神尾出演してもらうときにいろいろ多分ね脚本を書いて渡すと思うんですけど、そのクレバーさがすごく伝わってきましたね、なんかね、そうですね、すごいですね、彼が言うとまたこれが全然違う意味に聞こえると、はい、素晴らしかったです、いやだからあれですよ、でレゴムービーの方はその DC ヒーローがいっぱい出て、で特にそのレゴムービー2もマットマンが中二病のゴンゲみたいな感じで出てきて、でそれが結婚するっていうのがバットマンを知らないと全くよく分からないようになってるんですけど、これは多分ねレゴならレゴマーベル VS DC は絶対できると思うし、これなら OK 出ると思うんですよね。でもあれですね、本編でネタにしてましたよ、これ。してました。マーベルに言いましたけど、誰も出てくれないって言って。そう。めちゃくちゃ笑ったし、ね。それはね、スパイダーバースがヒットする前。ああ、そっかそっか。今なら出てくるとはもう全然。確かにそうですね。いや、まあ、クリエイターが繋がってますもんね。確かに。でもこれ見てみたい。なかなかね、本当実写とかの方では難しそうだから。そうですよね。そうですよね。こっちは受け入れられるような。だからスパロボが SD なんでいいでしょう。なるほど。これレゴだからいいじゃないですか。おもちゃだからね。スターウォーズもレゴにしていいんじゃないかとちょっと思ったんですよね。ああ。出てる。
ないと思います。いや今ちょっとすごくつまんないやつが出てるんですけど、レゴスターウォーズとか。あ、なるほど。でもやっぱちょっとこういう風に本気で作らないとやっぱ面白くないじゃん。そうですね。そうですね。でもちょっとこれは楽しみだね。いや、まあ、作られてるかどうかはまだ分からないですけど、ね、作ってほしい。確かに希望的な。そうなんです。そして、その後キャプテンマーベルが公開されて、で、まあ、これも面白かったんですが、なんだろう、ミオさんすごく面白かったですね。そう、私は割と響いたんですよ、はい、でもなんかこの前ラジオで上手に喋れなくて、なんかうっかりミオしおりでエゴさしたら、あの LGBT の人が怒ってた。あらららららら、なんかミオがレズビアンはありえないって言ってたみたいな。そんなことは言ってない、そんなことは言ってない。でもそうなの、みんなさ、そう言いづらかったんだけどさ、顔のさ形はさちょっとさ、四角いよね、ウリーちゃん四角いから。私本当は最初はそのキャプテンマーベルのこのね、絵がガンってきた時にいかんせん本を訳してるものですから、 あっちのキャプマはシュッとしてるじゃん、なんか、ね、頼れる綺麗なお姉様なんです。それに対して強そうって思って、あ、でそれでなんかあんまりだからギリギリまで正直見に行く気がそんなにしなかったんですよ。でもいざ見に行ったらすごい絶妙なラインをついてきたなと思って。っていうのはその今まで その女性が自分を重ねられる映画とか漫画とかいろんな日の人たちって、かっこいいお姉さまはやっぱいるし、可愛い女の子はいるし、女子力高いお嫁さん候補も、もしくはレズビアンのキャラっていうのもいるんだけど、なんかそのそうじゃない、ただ本当になんかちょっとこうガサツだったりとか、まあ、ちょっと男っぽい、なんだおままごとより外で遊ぶのが好きだったり、ピンクよりも青が好き黒が好きっていう人がでもいるじゃないですか。そうですね、ポジションとしてはね、なんだろうね、まあ、窓巻きのさやかちゃんとか、あそこら辺のね、なんていうの、ちょっとほらちょっと言い方悪いけど女捨ててるを出してる感の人っていうのが、なんかそれはね、多分そこが誤解される原因なんだ。多分でもね、難しいんだと思う。私もあのポジションだったので分かるんで、その可愛いって可愛い女の子に行くってやっぱりハードルがすごく高いの。そのでおまけにこんな私がぶりっこしていいのかなっていうのとかもあるでしょ。だからつい女の子同士とかの間だと除血を気取るというか、なんかもうそういうのはあるでしょ。でもなんかやっぱりね、それでもさやかちゃんは可愛い顔をしてて、魔法少女の服が似合うわけですよ。言ったらキルラキルとかも最近見て、あれはあれですごくそのなんだろう、女の子の描かれ方がちょっと男性的な面もあって、いや男性的っていうのはそうだな、なんかバトルをガチでやるとか、精神的な自立の仕方とか、ああいうのはすごく珍しかったんだけど、でもやっぱり可愛いしスタイルもいい、まあ、そこはマストなのかなって思ってたら、そのなんだろう、このブリーちゃんは割となんだろうな、そのハリウッド的なもうテンプレート美女ではないと思う。そうね、正直そのブリーちゃんっていうよりキャプテンマーベルをしてるブリーちゃんかな。あ、そうなんです。だからこれキャプテンマーベルってすごく歴史があるじゃないですか。最初はキャプテンマーベルっていう男のキャラがいて、その女版としてミズ・マーベルができたと。でこのミズ・マーベルが改名をしてキャプテンマーベルの名前を受け継いだっていうのがあるわけですけど、ミズ・マーベルの時点でなんかすごくエロいわけですね。まあボンキュッボンですね。そうそう、だしもうコスチュームはもうすげえ肌が出てる人。そうですね。これがキャプテンマーベルの名前を受け継いだ時点で割とその、ジェンダーっていうか、その女性性っていうのはあんま意識しない髪型とコスチュームになったとか、そうね、そうそんな感じはありますけど、でこの現行のキャプテンマーベルのその精神を受け継いでるから、そのジェンダーに敏感だけどジェンダーを押し付けないっていうか、あまり表に出さないキャラクターになってるっていうのが、なんかすごくこう時代に、時代と寝るマーベルっぽい感じがしましたけど、その今の時代に合ってる感はやっぱありましたよね。なんかステレオタイプイメージをすごいうまいとこ避けたなと思って、そうハマってないんですよねこの彼女。はい、であれかで、ちょっとついでに言うと、そのミズ・マーベルの名前はこのカマラ・カーンちゃんが受け継いで、カマラ・カーンちゃんはフェイズ4とかフェイズ5の MCU に、まあ、絶対出る感じ で、この子がすごいのはイスラム系っていう設定なんですよね、史上初のイスラム系で、しかも女性のヒーローというのがすごくなんか
この今の世の中を、ね、でを踏まえた形で、うん、つまり中東だとイスラム系の女性とかはもう顔とかを全部隠すとかじゃないですか。でそれがアメリカに住むと、まあ、そんな風にはしていられないし、うん、まあ、そのアメリカで育ったイスラム系の女性はちゃんとアメリカの価値観を身につけてるっていう割といいところをついてるわけですよね。でしかも原作コミックが死ぬほど面白い、うん、そう面白いんですよね。なんかそのなんだろう、かといってアメリカナイズされすぎてないところもいいなっていう。でここら辺の関係はですね、僕は何回も言ってて何回もみんなからポカーンとされてるんですけど、つまりこれは、つまり松本幸四郎が松本、白鸚に なったじゃないですか、うん、はい、大丈夫ですかみんなその時に市川染五郎が松本幸四郎の名前を受け継いだじゃないですか、うんうん、そして元市川染五郎の息子が、うん、市川染五郎の名前を受け継いだ、うん、みたいな感じになってるわけですよ。スライド襲名。そうですそうです。そうです。ですで日本 の, その歌舞伎役者とか、うん、その、話し家とかでよくある名前を受け継ぐみたいなのを、うん、このキャプテンマーベルとミズマーベルやってると。なるほどなるほど、全然なんかちゃんと着地はったのと分かる。最初はどうなのかな。これは分からないけど着地は分かる。ということだでみんな分かりますよね。はい、すごい分かります分かります。だからミズマーベルは松たか子じゃないんですよ。なんか分かんなくなってきちゃう。ミズマーベルは松のたか子じゃないんです。はい、松たか子じゃないんです。はい。ですね、はい、そうです。ライダーだからギャバンとギャバンタイプ G ではないんです。なるほど。で、そのでそれでこの映画すごいのはつまり原作ではマーベルって名前の人が、キャプテンマーベルを名乗ったと、うん、全然会社の名前関係ねえからっていう、うん、そのまあ体でやってたわけですけど、はい、うん、そのこの映画ではこのマーベルさんは男じゃなくて女になってると。なんだっけ、でこの人名女優じゃないですか、なんだっけ俺もパッと出てこなかった。なかなかアカデミー賞取れないで有名だった人じゃなかったでしたっけ。まあいいやいいや、そうですね。しかも公開前何役か分かんなかったですね。そうそう、公開時はそのジュード・ローがマーベルなんじゃないかっていう噂があったんですけど、そこを全部踏まえて作られた、はい、っていうかキャスティングされてましたね。そうそうそう、本当騙された。なんかジュードローがね、だってあれだけ名優だから。そうですね、絶対これはキャプテンマーベルの方で来るでしょうと思ったら違ったんですよね。うん、いやこれすごいのは、まあ、あとそのモニカランボーさんでしたっけ。アネットベニックです。アネットベニック、アネットベニック、そうそうそう、スキリしたスキリしたで、モニカランボーさんが、うん、原作では、2代目か3代目のキャプテンマーベルもやってるんですが、まあ、ちゃんと黒人なんですけども、まるで、そのブリー・ラーソン演じるキャプテンマーベル、キャロル・ランバースと2人で子供育っててみたいな感じに途中なるじゃないですか。確かに。でつまりこの映画では別にレズビアンってことにしてもいいんだけど、そんなのを押し出さないっていう、すごくいい。そうですね、そうですね、そう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 、そのステレオタイプを逆に避けつつも新しいものを提示しつつみたいな感じなの というか僕これ絶対レズビアンだと思ってたんですよね、その映画見る前は。あ、なるほど。でもそんなのその全然声高に言わないし、でもそう思ってくれても構わないけど、うん、別にそんなの明言しないよみたいな感じになってますね。わかりました。か余計いろんな人が自分を重ねやすかったかなっていうのはあるかなって、ね、別に女友達でも全然成立するしという、ね、そうだからそこが、はい、まあ、ちょっと僕ついていけない部分でもあり、逆になんかやっぱすごくよくできた部分なのかなと思って、つまりその、ジェンダーを押し付けるのではないければちゃんと別に深読みもできるようになってるみたいなのが、なんかすごく絶妙なところついてきたなってそう思いましたね。で、あとはこれ町山さんも言ってたんですが、途中でこのモニカ・ランボーさんの家に泊まるじゃないですか、はい、その家が南部の家なんですけど、なんか完全に黒人奴隷が昔住んでた家みたいになってて、でそこにサミュエル・ジャクソンと一緒に入るというのと、あと、ベン・メンデルソーが出てきましたよね。でこの人は最近悪役ばっかでおなじみだったんですが、そうですね、この映画ではいや悪、まあ、それは軍人だけどでも割といい人だよみたいな。でもこれもある意味フェイクみたいになってましたね。そう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 、これもフェイクなんですが、そうですよね、はい、この映画では
つまり女性も黒人もタロス演じる、クリージンじゃねえやな、スクラル人か、はい、スクラル人もマイノリティみたいな感じになった。あ、そうですね、はい、そんなマイノリティがその、地球人をシットホールっていうジュードローみたいなそのマジョリティに立ち向かうみたいな映画になってて、のだからつまりその通底ではマイノリティをテーマにしてるわけですよね。だからそこがすごくいいなと思ったんですけど、はいはい、さっき美穂さんがおっしゃってた G.I. ジェーンの時代は女が男に対抗するには男以上に体鍛えるしかないみたいな映画だったんですよね、 G.I. ジェーンは。そう、ちょっとそのコメントでもありましたけど、あ、そうそう、町山さん人をメンデルスゾーンで見てはいけないって言ってましたし、はい、ごめんなさいね、ちょっと町山の犬なんで。あとワンダーウーマンはちょっとこれ見てよく分かったんですけど、はい、キャプテンマーベルともう真逆な、うん、感じでした、うん、そうですね、お姉様だし、うん、なんかつまりそのジェンダーに対するアプローチの仕方がやっぱ完全に真逆でやったんだな、うん、あ、ごめんなさい、そうマリア・ランボーですね、娘がモニカ、そうそうそうで、シュガーラッシュは僕はそんなに思いつかなかったんですけど、なんか美穂さんが言って、いやでもなんかシュガーラッシュは何だろう、シュガーラッシュはこう極端が過ぎるというか、なんか何だろう、いやラルフがかわいそうすぎたっていうのもあるんですけど、何だろう、その女の子はみんな、なんかみんなああやってこうパネロペちゃんみたいにこう自立したいというか、男の人と一緒には生きていたくないみたいな風に取れなくもないなと思って、あ、この映画では、そうなんですよね、なんかそのあんまり自然じゃないっていうんですか、うん、まあ深読みすればね、うんうん、ただこの映画の表面上は別にそのラルフとバネロペちゃんは付き合ってるわけじゃないんで、まあ、そうですね、そうそう、基本的には性別を超えた友達っていう形にしておいて、うん、で今までのディズニープリンセスがバネロペちゃんのおかげでそのジェンダー、うん、ジェンダーバイアスを捨て去って自由になって、それに伴ってバネロペちゃんも、自分の道を見つけるっていう、うんうん、体になってましたけど、うん、でも完全に中身はアリースター誕生でした、あ、女が男を捨てるみたいな話ですね、そうそうそう、だからなんだ、またこんなこと言ったら怒られるんだけど、はい、怒られるんだけど、なんかツイッターとかでよく回ってくる、はい、あのジェンダーフェミニスト強い人たちいるじゃないですか、まあまあ、シュガーラッシュはそういう匂いがしたの、だからなんか強すぎて逆にちょっと受け入れづらかったんだけど、あ、キャプテンマーベルは特にそういうことを思わなかったので、なんだろうなっていう、落としどころがすごいよく考えられる、そうだって、シュガーラッシュのバネロペちゃんに影響を与える、うん、あのなんかマッドマックスの世界のお姉さんみたいな人もガルガドット、そうですね、ガルガドットですね、だそこら辺はやっぱ意識してると思う、確かそうですね、ガルガドットがワンダーウーマンやってなかったらキャスティングされてなかったと思う、ちょっとあれちょっとあの途中でワイスピの6あたりであの最初のあのキャラが別バースに来たじゃないかみたいな、そうですね、女レーサー感があって、そうでもハンは死んじゃったそうなんですよね、そうそう、もうまあいいや、ちょっとワイスピの話なんですけど、ワイスピも好きなんで、はいそうなんですよ、とそこがね割とよくできてんだと思ったし、はい、でちょっとだレズビアンなのかなって思ったのは、うん、最初そのソーラグナロクのバルキリーがレズビアンにしようとしたんだけども、はいはい、でもそれはそのあえて言わないことにしたみたいなものがあって、でそれをそのキャプテンマーベルでやり直そうとしたのかなって思ったんですけど、まあ別にそんなことはなかったっていうやつですよね、そうで最後ジュードローがなんかそのちょっとちゃんと拳で決着をつけようぜとか言うじゃないですか、うるさかったですね、そうそうでもそれに対していや私そんなの関係ないからっつって、なんかあのプラズマで倒すのがすごくいい終わりがですね、なんかねダサかったですねこのジュードロー本当にジュードロー最近クズ役が、そうですね、やっと MCU であのダブルシャーロックコンビが揃ったとか思ってたらこんなクズだったんだと思って、いやこれ結構ですね、はい、昔イケメン俳優が、はいはい、ちょっと年取ってきてからどうするか問題っていうのがあって、ジュードローは割とそこにはまり込んでる人でもあるんですけど、そうただでもね結構クズ役で活路を見出してるんならいいんじゃないですか、今なんかあのポスト見て本当クズに見えますもんね、なんかキングアーサーも割とクズ役でしたけど、そうかそうか、
予約で活路を見出してみたら割とそれはそれでいいのかと思うんですが、でもそういうのを確かにこの誤解っていうか最初期待させるようなキャスティングではあります。なんか結構いろんなタイプキャストをわざと裏返しにしてる感じがありましたね。 MCU それがいつもうまいですよね。なんかアイアンマン3のマンダリンの時もありましたね。マンダリンがアーナルなんて錬金グズレという名誉を使っといて、そうそうですね、でクズってトイレから出てきてクセクセとか言って、なんかもうその時点 そこら辺からなのかな、ね、なんかみんなのそう一皮向けたというかなんというかなんか予想とか期待を完全に透かすんだけども、でも満足させて帰らせるみたいな、すごいことやってます。それがね本当にうまいですよね。あ、そうなんだ、ワトソン役の人なんだ。そうなんですよ、あのあれですね、ガイリッチ版のシャーロック・ホームズだとロバート・アニー・ジュニアとジュード・ローがシャーロックとワトソン で、はいはいはい、でその吹き替えも森川、あ、そうですね、でさらにあのベネカンとあっちあのマーティ・フリーマンも MC 揃ってるから、はいはい、ドラマ版と映画版がどっちも揃ったねって言ってて、はい、確かにそうなんですよ。でもちょっとマーティ・フリーマンはいい役じゃないですか。そうですよ、でマーティ・フリーマンも森川なんですね。あ、そうなんですよ。え、そうなんですか。吹き替えでなぜかワトソンは変わらないという、ブラックパンサーとかでもマーティフリーマン無理かだったんで、あ、すごいな、もうワトソンは無理かなんじゃないかと。今後そのマーティフリーマン演じるあのエージェントとこいつが出会ったらどうする。そうなんですよね、森川と森川、森川対森川になる。ちなみに森川さんの MCU 結構出てるんで。なるほど、あのアイアンマン2のハマーなんですね。そうですよ、ジャスティンハマーなんですよ。あーそうなんだ、森川さんちょっとやってるんですね。ずっとあの字幕のところで森川森川ってなる可能性もある。そうですね、山寺浩一みたいな。山寺浩一、山寺浩一現象。ちょっとでもそれ見てみたい。そうですね、どうやるんだろう、どう使い分けるんだろうと。なるほど、なるほどね。そうで、あとさっきあったそのグランジが夏メロになったってのもそうなんですけど、90年代を舞台にしてて、なんかそんなにナインチネイルズの T シャツばっかり着てなかったけどもナインチネイルズの T シャツを着てて、でスタン・リーがモールラッツにその出演をしてたんですけど、その脚本を持ってるというすごくなんか分かる人には分かるやつなんですけど、でもこのモールラッツが僕ちょっと念のため昨日見返したんですけど、これつまり90年代って別に MCU とかなかったし、マーベルの映画全部失敗したじゃないです か。その時スタン・リーの知名度なんかゼロだったんですよね。でこのモールラッツって映画はどういう映画かっていうと、そのまあ完全に主人公がオタクで、でショッピングモールにまるでネズミのようにこううろうろしてる暇なニートのオタクで、でも今度うちのショッピングモールにあの伝説のコミッククリエイタースタンリーが来るんだって言って一人で興奮してるって誰にも共有できないけど、で、一応アメリカのオタクなんで恋人がいるんですけど、その恋人になんかあんた私に何もしてくれないんじゃないかってその別れを告げられるとかいう役で、でも本人はスタンリーが今度来るんだって盛り上がってるんですけど、でもそれもね今だったら別にね、スタンリーも超豪華ゲスト扱いじゃないですか。今だったらゴミコン、そうあれでスタンリーの寿命が縮まったと言われてるやつ、そうですね、無理しちゃってっていうのは散々言われてましたね。でもなんかやっぱりこれ時代なんだなって思いましたね。その頃スタンリーっつってもコミックのコミックオタクしか分からないという、すごく今見るといい。そうですね、それでそうですね、スタンリー追悼、そうですね、MCU 追悼作にはなったので、あれ最初から泣きましたね。でさらにこの夢じゃなかった頃ネタもやると、おすごいな、スタンリーすごくよかった、すごいですね、スタンリー盛りだくさん、だってこのモールラッツの監督のケビン・スミスは映画見るまで、そうだからケビン・スミスだからオタクな話なんですけど、ケビン・スミスはこの自分の、まあ、脚本を持ってるなんて映画見るまで知らなかったんですへー、でさらにでも記憶に残るのはもう猫のことだけっていう素晴らしいグッズですね。可愛かったですね。よかった。またグッズが可愛いんですよね。だからキャプテンマーベルはね。でもあれですよね、なんかあれブリー・ラーソンが結構重度の猫アレルギーで、らしいですね、実は共演シーンがほとんどないと。ぬいぐるみを抱いて。ちょっとやったらもうすぐ消毒みたいな感じだったらしくて。だからサミュエル・ジャクソンとめっちゃイチャイチャしてたんじゃないかなって。なるほど。猫好きキャラをあっちにしたみたいな。サミュエル・L・ジャクソンは今までのね非道なサミュエル・L・ジャクソンはどこに行ったの鑑定や、あったのレバーみたいな、アマゾンでこういう感じの安い T シャツ売ってますよ、確かに、あ、そうですね、猫 T シャツ、猫 T シャツ、宇宙がバックのやつ、そうそうそう、はい、これも T シャツにしたらもうバカ売れすると思うんですけど、そうでもいや結局このグースちゃんはこの後どこ行っちゃったんですかね、なんかキャプテンマーベル2とか3でなんかあんのかな、そうそう、僕は浦和家の今後の活躍に期待したいんですけど、で最後だからその地球にいましたもんね、
そうそうそう、ね、だしその、 あのフューリー長官のが目が赤眼になった理由が明かされたわけですが、そうそう、もうあれ見てから逆にウィンターソルジャーを私は見直したので全然違うじゃん、あの時あんな偉そうだったのにっていう、ね、両方の目でよく見るこんな息巻いてたお前の目が猫に引っかかれただけかいと、あそこから多分コズミックパワーの毒が入ってる、なるほど、それで修正したんですね、そうですね、そうそうそういつまでか長官に、だからちょっと目を開けるとちょっと光ってたかなって思ったら、そうですね、そんなのそんな伏線は全然回収されてる、ああの全然あれなんですけど、まあでも、ね、全然ネタバレはないんですけど、エンドゲームの最初にブリー・ラーソンがもし来た時に多分みんな誰ですかって話になるじゃないですか、その時にフューリーのちょっと暴露ネタみたいな形で、ああ盛り上がった、滑らない話としてフューリーの目知ってるって話をして、みんなとえそうなのって言うと打ち解けるのかなと思ってたら、その振りでもなかったっていうちょっと壁がありましたね、そうですね、キャップもね、あの多分みんなフューリーのことみんな長い付き合いだと思ったら、あれ猫なんだよって知らないのみたいな、ずっと隠されてたみたいな、それをやる布石なのかなと俺はちょっと勝手に予想してて、そう、確かにだから MCU のちょっと基本コメディを大事にする姿勢なら、はい、それはありだけど、 でも全くなかった、そうなんですよあ、まあ、それはやらないとって思って、はい、なんか壁があるままでしょ、そうなんですよね、壁がねちょっと浮いてましたね、まあ、確かに、はい、そうかも、うん、そうで、まあ、この監督がですね、男と女の監督で、そうそうそう、でこの2人はパートナーなんですけど、まあ、他の作品もすごく面白いし、で、まあ、メンデルソンもそうなんですけど、まあ、ライアン・レイノルズ、ライアン・ゴズリングとか結構ヒーロー映画に関係してる人もいっぱい出てるんで、皆さんこれは見た方がいいですよと、すごいですね、ダブルライアンだ、そうなんです、ダブルライアンとも仕事をしてるんですすごいですね、へというそのだからぜひ、なんだっけ、アマゾンマーケットプレイスで1000円ぐらいで買えるんでこれは皆さんぜひ見た方がいいですと、だしやっぱりこれキャプテンマーベル 2,3 もこの監督がやると思うんですけど、なんかだからこのハーフネルソンとかアルドヤンブルのその面白さみたいなのがなんかちょっとあんまり入ってなかった気が僕はしたんですけど、ハーフネルソンに、いや これまでの作品の面白さがキャプテンマーベルになんかあんま入ってないのかなっていう気がしたんですけど、でももうこれから出してくるのかなと思いました。なるほど、なるほど、いやだってキャプテンマーなんかほら三尾さんの出演したセッション、22でも、ね、出てきたんですけど、キャプテンマーベル 2,3 ってどんな映画になるかも全然わかんないじゃないですか、そうですよ、舞台がどこかもわかりますもんね、カマラちゃん本当出てほしい、なるほど、もうだって最初からキャプテンマーベルだからミズマーベルを出してきても大丈夫だね、そうですね、襲名問題もないと、あ、確かにそうですよね、なんか今キャプテンマーベルが割となんだろう、あの自分ワンマンじゃないですか、うん、割とワンマンだからあのちょっとサイドキック的な扱いでバディ的な人が出てきて、そうするとなんかレゴバットマンみたいな、あちょっと大人になってそう大人になってくれるかも、なるほど、確かに、そうですね、でこのワイルドギャンブルとかあれなんですよ、ロードムービーみたいになってるんですよ、だからね、宇宙をかけるロードムービーとかになっても、そうそう、だってなんか私の、あこれネタバレじゃないか私の担当地域は広大ですみたいなこと言ってるじゃないですか、これギリギリネタバレじゃないですか、これギリということにしておきます、はい、でそしてシャザーム、シャザーム来ました、はい、シャザームがですね、僕ちょっと泣いちゃったりしたんですけど、そう、いや、まさかこんなに面白いと、うん、アクアマに続きですね、ある意味、そうなんですよ、しかもアクアマもシャザームもね、みんな知らないようなヒーローだったから、ね、シャザーム知ってる日本人100人以下説とか唱えてたんですけど、それを聞いて面白かったです、聞いたことある人ですよ、もしかしたらあのライミ版のスパイダーマンの、うん、一番トビー、あのピーター・パーカーが練習するときにシャザームって言うんですよね、はい、そこぐらいじゃないと思ってましたけど、あれ多分そうそこで俺もそこだったんですよ自分も、はい、なんかアメリカではすごく人気のあるヒーロー で、はい、知名度も一時期はスーパーマンと同じかそれ以上ぐらいあったんですけど、でもそれもだいぶ昔のことですけど、だからそのサムライミのスパイダーマンでシャザームっていうところはみんなちょっと笑うんですが、日本だと全くピンとこないってなっちゃいますね、あのミラクルマンっていう、はい、そのアメコミが数年前に翻訳されたんですけど、あれはアメリカでキャプテンマーベルっていう名前だった頃のシャザムがすごく人気があったんで、イギリスでその
イギリス版キャプテンマーベルをしようとしたら、はい、まあ、それでうまくいったんだけど、その後復活させようとしたらちょっと怒られたんで、アルファベットが同じミラクルマンにしたというやつがあるんですけど、まあ、ちょっとそこら辺だいぶこう話が長くなるんですが、この映画面白かった。面白かった。シンプルでした本当に、うん、そうシンプルでよかった。シンプルなのにすごく考えられてて、うん、クリスマスでフィラデルフィアっていう、まるで80年代大ヒットムービーの系譜を受け継ぐような映画でしたね。ちゃんとあのロッキーがあの階段登るところをそのまあ大人っていうかシャザムになった主人公と友達のフエリウンが座っておかしく言いながら最高だなっていう泣くシーンが、そうちょっとあんなのもう耐えられないですね。すごいな。ポップカルチャーネタ的なこともすごく多いな。だしちゃんとこの映画ヒーローと孤独みたいなのをすごくちゃんとやってて、いやそれはなんかね原作からそうなんですけど、これニュー52版のシャザムを元にしてるんですが、なんか原作のいいところをさらに拡大させたようなすごくいい映画になってましたね。だから結局テーマは万引き家族なんですよね。あーなるほどなるほど、まあ、その原作からして、孤児を受け入れるホストファミリーがあって、そのファミリーそのお父さん、義理のお父さんとお母さんも自分たちが昔孤児だったから、それをなんか社会の役に立ちたいっていうことで孤児を受け入れてるホストファミリーみたいになってて、でも当然、主人公となんか、まあ、何も知らないフレディ君は最初反発するんだけれどもっていうところから始まって親友になって、でさらにそこから先はネタバレなんで言わないですけど、なんかちょっと最後やっぱり泣いてしまいましたね。グッときますね。グッときます。でそれはですね、まあ、つまり昔のキャプテンマーベルことシャガムを踏まえたことではあるんですが、そのスパイダーバースと同じようにスパイダーマンに憧れるマイルズ・モラレスみたいな感じで、スーパーマンとバットマンに憧れるフレディ君と主人公みたいな感じで超よくできてましたね。そう、今の若い世代にもドンピシャ絶対ハマるなと思って、だって若い頃からスーパーヒーローが普通にねいるでしょう。そうですね。だからなんか同じ気持ち、それこそフレディ君と同じような気持ちの人が昔より多いんじゃないかなって。そう、そう、でもキャプテンマーベルとの同時期公開はやっぱ偶然らしいです、ね、偶然らしいですけど、なんか運命みたいなものをちょっと感じてもにもするんですが、でも両方面白かった、ね。あとなんかあのシャザムに関してあれですね、あの DC も一応ユニバース形式は取ってるじゃないですか、はい、今のところ。でもいまいちちょっと、まあ、ただ単に共演させるための理由付けかなと思ったら、やっとここでスーパーマンとバットマンがそう憧れの存在としてジャスティスリーグとかで戦ってみんなのことを助けてくれたからこそみんなそこを目指すんだみたいな、あれうまいなと思って、すごくやっとユニバースもの、それこそ MCU のね、ホームカミングのスパイダーマンのような感じでやってくれたかなと。そうなんですよ、はあ、すごく確かにすごく良かった、すごくちゃんと、ね、考えられてる。そうですね、あのベンアフレックのバットマンも憧れる存在になったのかと。あのバットマンの、まあ、なんかバットラングがちゃんとこう意味のある使い方をされて、はあ、そうですね、なんかよく考えられてるな。そうですね。そうで、まあ、原作との違いは、原作はちょっと敵がブラックアダムなんですけど、ブラックアダムはなんかこの後単独映画化の予定があるらしいんで、奥様ので、この柴名教授かな、柴名、まあ、ドクター柴名に全部その要素を集約されてるんですが、ちゃんとこのドクター柴名が、家族、維持家族、いやその家族を求めるっていうか、家族を求める子供っていうか、つまりその主人公との立ち位置をちゃんと対照的にしてて、まあ、ここはすごくうまくやられてるなって思いましたね。同じシチュエーションですもんね、あの神殿に行くとかも。だし、なんか三輪さん言ってたじゃないですか、うんうん、なんだっけ、ドクター柴田がかわいそうみたいな。あ、私ね、私割とひねくれてるから私割とひねくれてるから、いやなんかめっちゃ柴田つらいよね。だってなんか自分は求めても求めても、 その得られなかった家族愛で、まあ、ビリー君はわかる、ビリー君はね、ビリー君なりの孤独があり、ビリー君はそのなんていうの、ちゃんとしてるのはわかるんだけど、でも一応表面上は別に疑似家族なんていらないぜっていうスタンス、要は愛情を受けてもいいじゃんっていうスタンスじゃないですか。それがそんなビリー君はでも守ってくれる、もうなんていうの、丸腰でも
ビリって言って助けに来てくれる、はい、なんていうの絆があるのに、フレディ虫歯の日ぼっちぼっちやんって思う。それはこれはこれまでの人生が出てきてるからじゃないですか、っていうのをちゃんとこの映画で出される。そうですよね。これってつまりバットマンとジョーカーみたいな感じで、うん、アメコミ映画を作る時の典型的なその置き方なんですけど、それをちゃんと律儀にやってるのがうまいし、途中でだからそのこの主人公の何君だっけ、ビリー君か、ビリー君はドクター柴田にお前のこと分かるぜっつってちゃんと手を差し伸べようとするじゃないですか。そうですよね。あそこでごめんって言って謝ったんだろう、これは OK になるはずだ、確かに、なんかアンチテーゼにちゃんとなってて、はい、というのがねすごくうまくできてるなって。そうですね。あとはこの剛くんことマーク・ストロングが DC 映画にものすごく貢献してるなって、そうだったクリーンアップだ、そうか、そうだ、そうか、そうか、そうなんですよ。でもこれ別ワールドに別ユニバースになっちゃいましたね、はい、はい、というわけで、 あとあれか、でこの監督はこの監督もホラー映画の監督 で、 そうです、ね、ジェームズ・ワンのプロデュースでいろいろ作ったりとかしてたんですけど、なんか上手でしたね。上手、なんか怖いところとか、なんかそういう意味でもジェームズ・ワンが仕切っていけばいいじゃんとか思いました。ジャンル的に。あとあれですかね、なんかレジェンダリーのマークって出てきましたっけ？だからニューラインシネマワン、あれニューラインシネマとワーナーだった気がしたんですよね。だからもしかしたらなんか若干制作元がだんだんずれてるのかなって気はしてて、絶対そうですよ。そうですね。だからちょっと更迭されたんですよ。あ、若干それテイストが変わりつつあるのかなと思ってる。絶対そうだと思います。うまいこと。まあ、コメントにあったけど、こんな感じでフラッシュも作ってほしい。そうですね。フラッシュいい感じになってほしいな。いいですね。そうだからちょっと今までのこのザックスナイダーを推してた人たちが更迭されたんです。あらそうか、でも本当 DC は巻き返しが ね超期待できますね。そうです。ただやっぱり日本だとちょっと辛かったらしくて、福田雄一の力を借りようとして失敗してましたけど、やっぱり炎上商法じゃないかぐらいの炎上商法なんです。ご覧になりました吹き替えは？いや吹き替えは避けました。やっぱ避けた。見てない。でもなんかね噂によると吹き替え版は吹き替え版で、まあまあまあいいらしいですよ。手堅くですね。なんかなんだかんだでそのなんだろう、福田雄一あ面白そうじゃんっていう層がいるのは分かります。分かります。銀玉とか言ってましたもんね。そうただなんかねすごい銀玉と常に比べるからすごいよね福田。お前の映画というか原作ありきですよと思うけど、あの銀玉スタッフがなんか協力サポートだからそれはやっぱね福田雄一の力を借りないとアベンジャーズに対抗できないと映画会社の人が勘違いしてたんですよ。あそうですね。名探偵コナンとも そう同じく DC ですからって。そうか、同じくディチクディブコーナーみたいな。タグが紛らわしい問題とかもしちゃった。ね、炎上してましたね。すごかったですね。そうか。で、そしてですね、まだ見てないんですけど、あと X メン、ダークエンジェルスが、6月かな、うん、にあるらしいと。うん、近いですね。これ本国では公開されたんですか？まだじゃないですか。まだ、あ、じゃあまだな。それ今ぶつけたら駆け消されますね、やべちゃん。そうですよ。ヒョンってな。そう。まあ、これが面白いかどうか、うん、もう見てみるまで全くわからない。なんで X メンいつも暗いんでしょうね。まだ暗いことやってるのって感じは。そろそろ明るい X メンみたいな。アポカリプスのラストで明るくなるのかなって一瞬思ったんですけどね。まあでも俺暗い X メンでもなんかほらフューチャー&ファーストとか、はいはいはい、なんだっけニュークラスじゃねえ。ファーストジェネレーション。ファーストジェネレーション。ファーストクラスですね。ファーストクラス。そうすごく良かったです。そうですね。そうあそこすごくあいい感じに来たなと。あのリアクだけが奇跡的に。そうですね。よしよしって。アポカリプスで。そうそうそう。っていう感じでしたね。はい、アポカリプス良かったのはサイロックがエロかっただけです。あ、僕あの最後のサイクロプスのあのちょっと原作を意識したコスチュームにやっとなって、サイクロプスちょっと今そうですね。あの不遇の時代がずっとあったので、X メン映画シリーズで僕サイクロプス好きだからやっと食われるのかお前と思ったら、まあ、センターいるし大丈夫だろうと今回は序盤15分ぐらいで死なないだろうとファイナル DC 上ですけど、これは見てみるまで全く分かんない、ローガンはねローガンはローガンよ、うん、スペシャルだね、はい、さあそしてでもそうオプテプラットみたいな、エンドゲームネタバレ解説に入ろうと思うんですが、まずですねちょっとネタバレに入る前に、はい、まあこれ一応なんか節目みたいな感じになってるんで、まあ、そもそも MCU のスタート時は
こんなに盛り上がってなかったわけですね。盛り上がってなかったですよ、全然。確かに僕も見に行った時に劇場ガラガラでしたね。アイアンマンもハルクも、そもそも公開順が前後してましたもんね。そうそうそう、確か日本逆だったんですよね。そうそう、ハルクが8月、アイアンマン9月で。そうなんですよ。ね、いやそうそう、アイアンも本当にこの時にはダークナイトが超盛り上がってて、被ってましたね。そうそう、アメリカではダークナイトだし、日本だとポニョがあったから。あ、そうなんですよ、ポニョもそっか、みんなポニョポニョ言ってたから、もうハルクなんか見向きもしないんじゃないかぐらいの。でもハルクもね、割と面白かったんですよね。そんなすごい手堅い出来ですよね。そうなんですよ。で、あ、そう、ハルク水嶋ヒロだったんです。あ、そうですね。あ、そうなんですよ。この頃からタレントの力を、そうですよ、仮面ライダーカブルですよ。それ今の須田まさきと全く同じ。仮面ライダーカブルなんだって。力をライダーをヒーロー編み込みにする。そうか、じゃあこの時はなんか DC を笑えない時代だったんですね。そうですね、なんか本当頼りっぱの。そう、でもだからエドワード・ノートンが変わっちゃったから、水嶋ヒロもなかったことにされたという。ああ、そう、エドワード・ノートンいなくなっちゃったら。そういうことか。そうですね、これはそんな苦しい時代だった。そうそう、いや苦しい時代だった。だってロバート・ダウニー・ジュニアも、うん、その今もほら超スターじゃないですか、うん、でも当時はなんか そうですね、そんなだったな。ジョニー・デップとか そうですね、そのブラピと並ぶ存在ではなかった気がする、うんうん、この映画で一応復活したっていうことになってる、うん、そうですね、この映画の前だと多分ゾディアックとかその辺。あ、そうです、そうです。でもゾディ結構渋い映画じゃないですか、はい、面白いけど、そうそうそう、多分そういうファンがそれ知ってはいるみたいな。その前はもう完全にジャンキーだった。そうですよね、そう、役中の不良俳優だったよね。確かにゾディアックでちょっと、はい、あれ良くなってきたのかなって感じは、ね、はい、でゾディアックちょっとその自分 の、あの今までの、 あの経歴をちょっと生かしてるなと、うん、そうそうそう、そうですね、その話後でしますけど。そうですね、いや、まさしくそうなんですよ。そうですね、そう、はい、そうですよね。そしてですね、そうそうそう、女子人気が全然なかったと、いうことで、これはですね、あの東村明子先生の有名な一コマ二コマなんですけど、ね、東村明子先生はその作品が変わっても男はみんなダークナイト好きっていうのを言い続けてるんですよね。なんかよっぽどなんかあったのかなって私思ってるんですけど。そうなんですかね。いや、なんか確かに、でも彼氏がダークナイト好きだったっていうのは本当なんじゃないですか、ここまで読むと。確かに、まあ、俺勝手に言ってますけど。そうですね、なんかね、そう、これね、そう、怒ってますよね。モテキのドラマとかでも確かネタにされてて、ダークナイト、確かあの時。そうなんだ。確か満島ひかりちゃん相手に、あの、なんだっけ、あの主人公の森山未来君が確かなんかダークナイトのなんかを言おうとして喧嘩になるみたいなのがなんかあって、まあそこにはやっぱ浸透はしたんだとは思って、でもちょっとうざがられてんなと思って、あ、日本でもアメリカのアメコミのなんかいいこういうなんか扱いですよっていうのが分かったなと思って、面白かった。なんか逆に今はどうなんでしょう、はい、今は例えばダークナイトなり、なんだろうな、マーベルの映画の話をしてこんなに怒られるかな、あ、まあ一応人によると思うんですけど、間口は広がった感じはありますね。そうですよね、だって劇場に行くとやっぱ半分は女性じゃん。そうですね、結構ね、本当にだから女子人気はもうアイアンマンの最初の頃とか全然なくて、それこそ何年前だから2012-13ぐらいの時、2012-13ぐらいの時とかはもう本当いかにその女性を取り、やっぱ女性がね市場に入ってくると売れるから、グッズ買いますよね。そうそうそう、どうしたらいいかねって話をよくしたんですけどね、はい、コメントのダークナイトとガンダムを理解してくれない女はダメだっていう、これね、こういうこじらせたおっさんがいっぱいいるんですよ、ね、あの、まあ、ここはもう通った道ですね。わかる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 通った道ですね。なるほどね。でもなんかそのダークナイト良かったですけどね、なんかよくも、あ、今のなんかなんとなく女子目線だとやっぱちょっと負の方とか、あ、負ってあの腐るというか、であと、いや、まあ、なんていうかイケメンとかイケオジがワイワイガヤガヤやってると面白くて、でダークナイトって中盤の1時間ぐらいのところでヒロイン死んじゃうじゃないですか。死んじゃいます。だからあとみんなイケオジしか出てないから、今の目線で見たらダークナイト面白いんじゃないかと思って。確かにイケオジ映画として逆に売れるなと思って。そうですよね。そうね、いや、よかった。その本当ダークナイト以前ってまだやっぱりヒーロー映画ちょっとバカバカしいよねっていう感があったじゃないですか。あ、そうですね、あ、ありましたね。ありましたよね。でダークナイトか、ダークナイトの時には結構初めて、なんだろう、周りのちょっとこう小難しい人たちにもアカデミー賞を取るかもとかね。そうですね、あのね、これは
いいっていう話をした記憶がありますよ。それはね、半分イエスで半分ノーみたいな感じですけど気持ちとしてはそう、バカバカしいのも好きなんだとは言いつつ、でもダークナイトも好きなので、だからスパロボ界がウイローさんが来たよ、まあ、そうですよね。あ、さっきウイローさん、あのあれなんだっけ、応援してくれてましたね。そう、ウイローさんはね、今日観覧に来るとか言って来なかったけど。そうだよね。あ、そうですね、まあ、でもそうですね、ダークナイト、まあ、それそうで、あとは、はい、まあ、そんなのがですね、このアベンジャーズが来ましたね、こうアベンジャーズが、まあ、MCU シリーズがどんどん公開されていくに従って変わっていったんですが、今思うとですね、この日本よこれが映画だっていうコピーで、みんなちょっとイラッとしたりしてましたね。あ、そうですね、はい、ちょっと映画ファンには叩かれましたね、当時ね、うん、そうそうそう、あと、まあ、言ってしまったヒーローの姿の方がちょっとあの透けてるっていうだからなんかオーシャンズ的な映画なんじゃないかと一瞬誤解しますよね、これ多分これはやっぱりだからそのヒーロー映画はいい大人が見るもんじゃないみたいな、そうそうそう、まだ引きずってた、ウォールスターレストではありますよぐらいの感じですね。それがエイジオブウルトロンの頃ではちょっと変わってったっていうことですから、そうそう、でも愛とか言ってたっていう、ね、愛ね、この時のねキャッチコピー、愛がなんか、ね、どうしたってなってますね。でもあの愛は俺キャプテンアメリカとアイアンマンの愛かなとか思ったりしたんですけど、愛を知る全人類の力ですね。そうそうそう、なんだそれと思っていつからですかね、最初のアベンジャーズの時はでも本当言うてそこまでなんだろう、うん、よくここまで作ったなとは思ったけど、うん、そうですね、今ほどじゃなかったなと思う、うん、でもなんだっけ、この前テレビで放送されたから見たんですけど、うん、はい、やっぱ面白いですよね、最初のアベンジャーズ、そうですね、そうそうそう、面白いですよね、気持ちのいい映画ですもんね、そう、そう、なんか俺の友達がすごく興奮してて、はい、その人は、確かイギリスに住んでたんで、はい、アメコミの盛り上がりとかを知ってたやつなんで、日本で公開かなり遅れたじゃないですか、そうですね、5月が8月だからグアムに映画乗って見に行ったりとかしてて、一人で喜んでたりしてるのをみんな冷ややかに見るっていうのがありましたね。でも見てみたら本当面白かった、面白いですね、ジャズは未だにあのアッセンブルシーンは本当にそう、くるくる回るやつ、あのくるくる回るの、あれかっこよかった、ね、うんうん、あそこでね、アベンジャーズアッセンブルって言うかと思ったら、まずはそこでチャンスがあった、そうそうそう、チャンスがあった、今いや、まあ、ちょっとネタバレつけよこれ、そうそうそう、あ、いや、ネタバレじゃないんじゃない、これはこれはネタバレじゃない、え、ネタバレだよ、これはネタバレじゃない、僕のせいですね、これもうネタバレじゃない、ネタバレって言った時点でネタがバレたけど、ネタバレじゃない、あれ、あの全然余談ですけど、ちなみにあれですね、イギリスだとアベンジャーズっていうかすでに確かなんかありました、スパイ映画がある、スパイ映画がなんかがあって、それで被んないようにイギリスのタイトルはアベンジャーズアッセンブルだったんですよ、確かこれ、あ、そうなんですよ、ポスター違うやつがあるんですよ、商標の問題で、そうなんですよ、アベンジャーズアッセンブルっていう映画があって、そうポスター、そう、グーグルおしゃれ探偵みたいな、そうなんですよ、グーグルとだからたまに違うポスターできて、なんでだと思ったらイギリス版なんですよ、あ、なるほどね、そうそうそう、アベンジャーズね、そうそう、でも僕はここで言っておきたいのは、うん、なんか東映はこの1年も前に世界よこれが日本のヒーローだって言って喧嘩を打てたっていう、そうですね、だこれにアンサーですね、そうそうそう、まあ、どっちがアンサーなの、前振りがあったとそうですね、これも確か2011年、どっちがアンサー、いや、そうそう、これが前の年なの、そう、あ、そうか、そうですね、ということを踏まえてこれからネタバレトークをしようと思います、はい、でここからですね、見どころ紹介に行くんですが、ここからすいませんね、有料放送になりますんで、皆さん入ってもいいんですよ、324円になって、ね、だってさ、見た人は絶対ちょっと疑問に思うシーンがいっぱいあったじゃないですか、情報量多すぎますね、情報量が多いから、それをドクターと加賀瀬さんがね、まあ、美穂さんもね、そうそう、私もね、解説するっていう、映ってないけど健太郎さんもするっていう、あの資料を作った健太郎さん、324円ですよ、大丈夫ですよ、たった320円、これね、でもここでコメント見るとあのね、ちょっとグレーになってると、まあ、まだ入会していない人なんで、あ、そうなんですね、今コメントした人が入会してないっていうのが、ね、こうちょっと分かっちゃう、あ、そうなんだそうなんです、ね、知らなかった、というわけで、ですね、じゃあ一応それでですね、まあ、あと来月ゴジラ会とかもやります。さらに明日文振りで同時にしておりますので、皆さんよろしくお願いします。なんか告知とかありますか？大丈夫ですか？僕は何もないです。はい。なんか私は新刊の、ああ、じゃあ、はい、あの新刊がね、あの4月に2冊出てまして、グウェンプールの最終巻と、あとアベンジャーズのですね、ディスアセンブルが出てますね。うん、
で、あとなんか5月の末には今度のゴジラ映画の前日譚に一応なるのかな、うん、ゴジラのアフターショックが出ます。あとなんかみんなマーベルおじさんの T シャツ見せてっつってるんで、あ、僕は今日はロケットシャツを着てきました。あ、そうですね、あ、自分あのブラックパンサーがキングって書いてあるやつ、帽子もブラックパンサーだな。これどこかジャケットも、あ、これもブラックパンサーですね。マーベルおじさんじゃないですか。あの今脱いでますけどスニーカーもブラックパンサー。マーベルおじさんですよ。ブラックパンサー大好きなんで。私もキャプテンアメリカなんですよ。あ、マーベルおばさんじゃないですか。いやいやいや、本当だ、キャプテンアメリカのシールドで。そうそうね、ありがとう。優しさを感じました。やちゃんとあのしかも絶妙にこうテイストも分かれてますね。キャプテンアメリカでブラックパンサーでガーディアンズ、分かれてます ね。いい感じで MCU を俯瞰的に見てるようで。マーベルお姉さん優しい、ほらみんな優しい。できたお兄さんと言われたんだったらちょっと思いましたけど、そうだよね、そう1歳しか変わんないですもんね。じゃあそんな感じでひとまずさよなら。さよなら、ありがとうございました。